ソニーリーダーはソニーが発売している電子ブックリーダーである。型番は PRS。2006年9月に北米欧州市場で1号機となる PRS-500 が発売。日本では2010年12月に発売され、電子書籍事業に再参入した。2004年から2008年に発売されていた電子書籍端末リブリーの島行きであるが、 直接の互換性は持たない。リブリーと同じくディスプレイにインク社の電子ペーパーを使い、液晶ディスプレイと比べて低電力で見やすい画面が特色。リーダーストアなどの電子書籍ストアで購入した電子書籍、コミックスを PC でダウンロードし、専用ランチャーを介して本体と USB 接続した内蔵メモリかリムーバブルメディアにコピーしたものを閲覧することができる。 電子書籍のファイルフォーマットは EPUB、e、XMDF に対応しているほか、携帯コミック発のフォーマットで、おおむね2010年以前にビットウェイなどで電子書籍化されソニー出資のパブリッシングリンクを含む他社で販売されてきた小説、デジタルコミックの多くが採用している。ブックにも2011年6月22日から対応している。また、デジタル著作権管理。 マーリン DRM によるプロテクトがかけられており、閲覧にあたっては、購入時に使用した電子書籍ストアのアカウントを登録し、アクティベーションを行う必要がある。リーダーストアでは一つのマイソニー ID につき同時に5台までの閲覧に対応している。電子書籍のほか、DOC、RT 回、PDF、JPEG 形式ファイルの表示にも対応している。年以降に、 日本発売された機種では Wi-Fi を内蔵しており無線アクセスポイントを通じてインターネット接続をし本体から直接電子書籍ストアに接続して購入ダウンロードしたり内蔵ブラウザでウェブサイトの閲覧も可能であるなお海外市場ではそれ以前から Wi-Fi に対応している日本市場では2011年にモバイルデータ通信モジュールを搭載した g を発売したが 後継機は出されず生産終了となった。リムーバブルメディアは、非搭載の350などを除く初期の機種では、メモリースティックと SD メモリーカードに対応したコンパチブルスロットを搭載しており、T1 など2011年以降に日本発売された機種では、マイクロ SD カードスロットへ変更された。また、 日本市場で2011年以前に発売された350以外の機種ではデジタルオーディオプレイヤーとして音楽を聴くことができヘッドホン端子を備えている。リブリと違いキーボードは省かれておりタッチパネルへの手書きメモ及びソフトウェアキーボードによる文字入力に対応している。なお T1 以前の機種は電磁スタイラス入力のみ対応している。2014年に 欧米でのリーダーストアのサービスを終了し、電子書籍端末事業から撤退することを発表。会員はコボへ移行した。日本ではリーダーストアのサービスは継続するものの PRS-T3 の生産はすでに終了し、市場在庫がなくなるまでは販売は続けるが、後継機種は開発しない方針が明らかとなった。2010年12月にリーダーを発売して、 電子書籍市場に再参入した日本市場では、電子書籍の購入がソニーマーケティングが運営するリーダーストアに限定されていた。電子書籍配信のプラットフォームはブックリスタが担当しており、同社が出版社から調達したコンテンツをリーダーストアに供給し、ダウンロード販売する形となる。2011年10月以降は、リーダーストア以外の電子書籍サイトも対応を。 開始している。ただし、2013年10月時点では、木の国や書店のみ参入している。老舗の ebook Japan フォントなど、PC スマートフォンでの閲覧を前提とした、他社プラットフォームで、電子書籍化されている日本の出版社の作品が、ブックリスタでは未配信であることが参見されている。ブックリスタは、au が2012年まで販売していた。 電子ブックリーダービブリオリーフ向けのリスモブックストアにも供給しているが、両社間での電子書籍コンテンツの互換性はなく、コンテンツのポータビリティは不可である。PRST1 表示は、ライセンステキスト国名の表記なきものは、日本市場での内容である。北米での事業展開と比較して、問題点がいくつかある。ソニーもリーダーの後継モデルについて言及。日本では、 ゴラッポゴスストアとリーダーストアとコボ ebook ストアの増書件数を比べてみた電子書籍情報が満載。ebook ユーザー、ありがとうございます。